あの東尋坊は好きですね。このロゴのお仕事をさせていただく前から結構乗ってて、船乗った時に何をお客様に提示できるんだろうっていうのを考えたんですよね。何が船の一番 PR ポイントなのか。あの東尋坊は好きですね。2週間に1回は絶対行ってますから。アミューズメント、まあ、そういうイメージで、まあ、作ってほしいって最初いただいて、でそこから何度も東尋坊に足を運んでですね。でもやっぱりその船乗るじゃないですか、お客様って。そこから船乗った時に何をお客様に提示できるんだろうっていうのを考えたんですよね。何回もその船に乗せてもらって、何が船の一番 PR ポイントなのかっていうところを、まあ、ロゴにできたらなと思いまして。船の形じゃないですか、思い描くのって。まあ、それをでもそのまんまロゴに使うともうかっこ悪いなって。で、まあ、やっぱりその船に乗ってからじゃないと見れない景色ってやっぱりあるわけですよね。東尋坊にいくら訪れようと遊覧船からしか見えない景色ってあると思ったんですよ。まあ、遊覧船乗せてもらって東尋坊の崖、まあ、大池とかですね、見た時に、まあ、やっぱこれだろうなっていうふうに、まあ、なって、結構単純なんですけど、この東尋坊の崖っていうものを抽象化して、そこから波と船とその3つを組み合わせていいんじゃないかなと思って提案させていただきました。船を紹介してくれるあの岩を、まあ、一つ一つ聞いてって、船の中にいる案内のおじさんが面白く紹介してくれる見どころが9つぐらいあって、まあ、それをまあそのまま並べたらなというふうに思って、左から順にお島の方、そこに向かってって、まず見れるのが波形岩で、その次あの渡島の北の方、黒いタケノコ岩、それが2本目で、でそこから赤い橋の方に回って八幡水岩っていうのがありまして、それが3つ目です。でその後東尋坊の実際の崖の方に、まあ、向かって進んでいくんですけど、その途中で夫婦岩っていう岩があって、でその次、これちょっとよくわかんないんですけど、恐竜岩っていうのがあるんです。あのすごい案内の人もこれこれこれとかよう言ってくれるんですけど、ちょっとよくわからなくて2週間に一遍は絶対行ってますから。でその後6個目に大池が来てます。見終わった後にライオン岩ですね。後ろから見たらライオンに似てるっていうの、これは結構面白いですね。でその後千畳敷っていうのも、進んだ後に夕日がすごく綺麗に生えてくれるロウソク岩っていうので、最後に岩が屏風か屏風が岩かで、あの三国の民謡武士でも語られてる屏風岩が最後に見どころとして紹介されていて、まあ、それが9つ目の縦線になっています。それらをロゴの中に収められたらなと思って、この9本の縦線で表現させていただきました。あ、そうですね、このロゴのお仕事をさせていただく前から結構乗ってて、リアルに2週間に1遍ぐらい、一番好きなシーンがですね、天気の荒い日に乗るのがすごく楽しいです。いやこれ本当に波強いとマジでアトラクションになるんですよ。本当に波船みたいな、本当にそれがめっちゃ楽しくて、で大事なところが船の一番前に乗るんですよ。運転席の真後ろです。あそこに乗ってカクンカクンってあの波を落ちていくあれがすっごい楽しいんですよね。ぜひあの晴れた日大池を下から眺めるのすごい素敵なんですけど、天気の悪い日こそ遊覧船乗ってみてほしいなと思います。僕の大好きな遊覧船、ぜひとも乗ってみてください。僕の大好きな遊覧船、ぜひとも乗ってください。おい、一緒なのすんなよ。